はい、皆さんこんにちは。それでは本日のインスタライブの配信始めていきます。はい、皆さん聞こえますでしょうか。はい、ありがとうございます。こんにちは。ではですね、今日はペンギンプールから配信をしていきたいと思います。こんにちは。はい、では今ペンギンプールちょっとご覧いただいていますが、1羽泳いでるペンギンがいますね。あのペンギン、実はまだ子供のペンギンです。今日はですね、子供のペンギンが餌を食べる練習をするところをまず紹介したいと思います。子供のペンギンは生まれてからすぐはお父さんお母さんが口移しで餌をあげるので、自分で餌を食べることができないんですね。はい、今日はあの子、今年の3月31日に生まれた、今4ヶ月ですかね、の子供のペンギンの餌を食べる練習をまずご覧いただこうと思います。ではスタッフの千葉さん、お願いします。はい、まだ生まれて4ヶ月。はい、ではあげる餌はアジというお魚ですね。はい、今また戻ってしまいましたが、初めて餌を食べるペンギンたち、どうしても上手にすぐは食べれないので、はい、こんな風に食い逃げを繰り返しながら上手になっていきます。はい、そのうちスタッフの手から餌を食べるのが怖くなくなってくると一人前ですね。はい、そうなんです。いつも食い逃げをする子ですね。はい、まだどうしてもスタッフがちょっとね、怖いんだと思います。今まではお父さんお母さんからしか餌をもらっていなかったので、人間から餌をもらうという感覚がまだないんですね。今その練習中です。はい、じゃあもう一回頑張ってみますよ。お、だいぶはい、だいぶいいとこまで来ましたが、また逃げちゃいましたね。はい、こんな風な感じで、餌を食べるときには裏側に呼んできて餌をあげます。プールにいるとどうしても怪我をしてしまった時とかに気づけないですので、裏側の通路に呼んできて1羽1羽様子を観察するようにしています。はい、やってきました。頑張ってはい、この子ね、まだお名前ないんです。まだ子供のペンギンなんで名前がついていないんです。あ、やっと入ってきたかな。はい、このお部屋に入れれば合格です。頑張れ。あ、上手に食べてますね。はい、お部屋の中でしっかり上手に餌を食べてますはい、最後ちょっとびっくりしちゃいましたが、しっかり5尾、お魚5匹食べれましたので、これでもうバッチリ。はい、練習は終了ですね。はい、先ほどもちょっと質問であったんですが、この子名前まだ決まってないんです。子供のペンギン、すぐは私たちまだ名前をつけていないんですね。はい、ではちょっと今子供のペンギンご覧いただきました。じゃあ子供のペンギンと大人のペンギンの違いも少し紹介しておきますね。じゃあ1羽大人のペンギンにやってきてもらいましょう。はい、大人のペンギンこちらです。さっきの子と違ってお腹の黒い線、顔の白い線がはっきりしていますね。この子が大人のペンギンです。はい、今見ていただいたさっきのひなちゃんは、来年の夏になると羽が生え変わって一人前の大人の模様になります。はい、じゃあひなちゃんもう一回見てみましょう。ひなちゃんこんな感じです。はい、これが今の様子ですね。はい、このまま頑張って一人前になっていってもらう予定ですね。ではちょっともう一羽ひなちゃん紹介したいと思います。もう少し先輩のひなです。はい、こちら側にやってきてくれました。この子はさっきの大人の子ですね。はい、この子です。さっきのひなちゃんと同じような感じなんですがはい、もうこの子はだいぶベテランになってますね。この子は去年の4月の27日に生まれた子供のペンギンです。もうすぐ羽が生え変わる寒羽という時期を迎えると大人のペンギンと同じような模様になるんですね。はい、まあ、この子だいぶベテランなんでね、こんな風にスタッフに抱っこされても大丈夫ですね。はい、そして先ほどもあったんですが、この子にもまだ名前はついてないんです。城崎マリンワールドのペンギン、今50羽いますが、みんな名前があります。はい、ひなちゃんたちはどうしているかというと、お母さんの名前にひなとつけて私たち普段呼んでいます。
例えば今見ていただいているこの子だとお母さんが朝日っていうお母さんですので、朝日ひなと呼びますね。さっきの子は子芋という子のお母さんの子供なんで、子芋ひなっていうふうに呼んでいます。はい、懐くのという質問もありますが、そうですね、これは性格がありますね。こんな風に触られても気にしない子もいれば、やっぱりちょっと嫌だっていう子もいるので、その子たちに合わせて対応をしています。はい、そしてこの、名前なんですけれども、実はこの羽が生え変わるシーズン、私たち名前をつけるシーズンでもあるんです。普段は朝日ひなのままでいいですか朝日ひなのまま、そうですねっていう案もありますけれども、ちょっと長いかなという感じがしますね。あと朝日ひなもう1羽いるのでね、名前つけてあげた方がいいかなと思っています。はい、でですね、この時期、羽が生え変わる時期に私たちが名前をつけます。お客様につけてもらうこともあるんですが、今回このご時世なので、せっかくですのでホームページの方でこの子の名前を募集したいと思っています。はい、この子のお母さんは朝日、お父さんはヒュンという名前です。お姉ちゃんがいます。お姉ちゃんは、小金という名前ですね。はい、応募方法なんですけれども、ホームページの方行っていただいて、この子の名前募集のリンクからクリックしていただいて、必要事項を入力して応募していただきますと、運が良ければこの子の名付け親になれるかもしれませんので、ぜひ皆さん素敵な名前を考えてあげてください。はい、ちなみに性格はですね、こんな風に全然スタッフも怖くない感じ、懐きやすい子かもしれないですね。子供だけで暮らしてた時は、結構ね、勇気があるというか、体格の大きい大人のペンギンたちにもの餌を横取りしたりすることもあるぐらい、だいぶやんちゃの子でした。お父さんとお母さんの名前は、お父さんがヒュン、お母さんが朝日と言います。はい、ヒュンっていう男の子のペンギンは、実は昔イルカアシカショーにもでも活躍してたペンギンなんですね。はい、ぜひね、ホームページの方からね、名前応募してみてください。はい、ぜひね、素敵な名前を考えてあげてください。ちなみにですね、この子オスかメスかはわからないんです。この時期ペンギンたちまだオスかメスかあまりはっきりしない時期ですので、できたら男の子でも女の子でも通用するような名前がいいかなと思います。はい、そしてこの夏、この子も羽が生え変わると、先ほどの大人のペンギンと同じ模様になるので、どんな顔になるか私たちもちょっと楽しみにしているところですね。はい、先日この子お散歩にもデビューしました。デビューのお散歩すごく上手にこなしてくれる、とても器用なペンギンでもありますね。はい、ぜひね、名前は朝香ちゃんっていう名前も来ています。赤さちゃんですね。ありがとうございます。そうなんです、性別がわからないんでちょっとね、難しいですよね。なるべくオスメスどっちでもいい名前がいいかなというふうに思ってます。ちなみに城崎マリンワールド他にいるペンギンの名前を紹介すると、ビンとかジジとかプーコロ、いろんな名前がいます。はい、50はいますのでね、いっぱい名前がついてます。はい、ぜひ斬新なかっこいい名前でもいいですし、かわいい名前でもいいです。はい、素敵な名前を考えてあげてください。はい、そうですね、またね、ぜひこちらにも来ていただきたいですね。なかなか今はね、すぐに来れる状況じゃないかもしれませんけれども、はい、また来れるようになったら、この子お散歩もデビューしていますのでね、はい、お散歩も見てあげてください。あ、ペンギンのお散歩見ました、ありがとうございます。はい、今この子お散歩してる中で子供はこの子だけなんで、すぐね、見分けがつくと思います。はい、ペンギンの名前2文字、ですね、そうですね、2文字か3文字が多いかと思います。あ、光るいいですね、光るもいい名前ですね。はい、ちなみに好奇心旺盛なんで、こんな風に動くものはすごい興味を示しますね。はい、ガラス越しにでも追っかけてくるので、手を動かしたりとか、あ、水木っていう名前も来ましたね、ありがとうございます。あとはハンカチ振ってもらったりしてもね、遊びに来ることがありますよ。はい、またね、ぜひ遊びに来てください。はい、50はたくさんの今ペンギンたちが暮らしています。今全部で子どものペンギンは4羽暮らしているんです。はい、今年大人になるのはこの子だけですね。はい、ぜひこの子の、名前考えてあげてください。はい、パルもいいですね、仲間って意味なんですね、ありがとうございます。パルもすごい素敵な名前だと思います。そうですね、足に登ったりくるくるしたり、結構ね、
あのこの子は本当に度胸があるというか、こうやって人と2人でも怖くない感じの子ですね。はい、それぞれ性格があるので、あの私たちも今この子はどんな子なんだろうなっていうふうに考えながら接しているところです。さっきの子はまだ少しビビリなのかもしれないですね。はい、それではですね、先ほど、ご案内しました名前募集の方なんですが、8月の24日まで、城崎マリンワールドの、ホームページの方で募集をしていますので、ぜひぜひご応募ください。発表は8月26日の、このインスタライブの中で発表したいと思っています。はい、ペンギンは2歳から大人の仲間になるんですかっていう質問ですが、そうです、だいたい2歳くらいからペアを組んで繁殖に入る子もいるので、だいたい2歳くらいから大人の仲間入り結構早いですよね。はい、大人になったら他の水族館行くことはありますかっていう質問ですね。はい、実はあります。繁殖目的ですね、お嫁さんだったりお婿さんだったりっていう候補で他の水族館に行くこともあるかもしれないですね。はい、ちなみにこの子のお母さんの朝日のお父さんは他の水族館から繁殖目的でお婿さんとしてここに来た子なんですよ。はい、ぜひコロナが落ち着いたら遊びに来てくださいね。はい、それではそろそろ本日の配信は終了させていただきたいと思います。またぜひ、名前募集の方も皆さんどしどしご応募ください。素敵な名前持ってます。ありがとうございます。終了。